ちは、ナビゲーターの坂です。先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。コミュニケーションが苦手な営業マンの方がいると思うんですけども、簡単に取れる方法を教えていただけますか？コミュニケーションを取れる方法、はい、なかなか致命的だよね。コミュニケーションが苦手な営業マンって、なんで営業になろうと思ったのか。営業に回れって言われて回されたのかわかんないんだけど、最初に天気の話しましょうとかそういうのは置いといて、だってもう苦手なんだから、それは苦手ですっていう感じ、苦手なものを得意にしようと思わなくていいんじゃないかな。だから僕ならどうするか、苦手でしょ、コミュニケーション取るのが、お客さんとのやり取りが苦手なわけでしょ、自信なさげに見えるとかどうのこうのってことでしょ、じゃあ一発目いきなり会った時にその態度を見せちゃうと、お客さんがなんじゃこいつって不信感とか、何できないやつ来ったなみたいな感じになるとマイナスになっちゃうから、実際会ってもマイナスにならないようにした方がいいと思う。じゃあそのためにどうしたらいいのかっていうと、セールストークに磨きをかけるんでもなくて、いやトーク技術ね、面白い話ができるようになるとか、最初に天気の話題を触れとか、なんだっけ、なんか言うわ、なんかなんとかっていうわ、なんとかを言ったら天気だとか、なんとかとか、そのこと言えばなんとか場がつなげるとか、雑談テクニックみたいなのがあるんだけど、そもそもできないんだからさ。コミュニケーションが取れないってそういうことでしょ。多分雑談とかが苦手なタイプなんだと思うし、いくら例えばトークを磨きをかけたいからといって、お笑いのね、漫才の人の話をいくら聞いてても真似はできないと思う。あれはすごい確立した技術になってるから、それこそ本当何年もかかるようなスキルになるからね。だったらさ、紙に書けばいいんじゃないの。紙に書いて出会う前に、もうその例えば僕だったら、僕が出会う前にもう小冊子だとか、ダイレクトメールだとか、お手紙の中ですでにお客さんと会ってるんだよ。だからお客さんは僕と本当に会う前っていうのはもう何度も何度も紙だとかホームページとかで会ってるから、初めてじゃない気がしてるわけね。僕の場合は僕は初めてだよ、だからお客さんとは初めてなんだけど、だけどその紙の中で実は喋りが苦手な営業マンなんですとか、そのコミュニケーションが取るのが苦手な営業マンなんですとかいうことをマイナスじゃなくて、それでもやってるんですみたいな、そういうことを書けば、あ、思ってた通りの人なんだなっていうふうになると思うんだよ。だからお客さんの頭の中、お客さんの中で描かれている営業マン像っていうのを、その人の像に移し替えるのね、そしたら、あ、この人が来た、〇〇さんが来たってなったら、〇〇さんっていうのは結構寡黙な人で、僕みたいにね、ベラベラ喋る人ではないんだと、何かしら話題を見つけて話のネタを振ったりとかどうのこうのっていうするタイプの人じゃないんだなって、どっちかというと寡黙でとか、おとなしめなタイプの人なんだなっていうのが来たら、おとなしい人が来ても別に何も思わないよね。だっておとなしめな人なんだ。だからお客さんと出会う前に前もって自分の情報を先に差し出すっていうのがいいんじゃないかな。だから多分性格みたいなのもあると思うのよ。で、多分もう営業されてる社会人ってことは20年以上生きてきた中で、で自分はそんなかこう喋るタイプじゃないんだなっていうのが分かったら、無理してその性格を変えようとせずにそのまま行けばいいんじゃないかな。でその良さを出すために、もう僕はだから紙に書くっていうのがその人にとって逆にメリットっていうか得意分野になるかもしれないから、そういうことを書いて、小冊子だとかダイレクトメールとか名刺に書いてもいいよね。面白いけど、面白いと思う、名刺とかで。名刺いじれなかったら名刺と一緒にお手紙文みたいな挨拶状みたいな一緒に挟んどいて一緒に渡せばいいじゃない、それか自分でもう一個作るとか、勝手にね、勝手に作って、いや実は私こういうものなんです、で、実は営業って結構ペラペラ喋って話し上手な人が多いと言われてる中で、僕は話があまり上手くない営業マンなんです
だから人から喋らない営業マンだけど売れてる営業マンみたいなね、はい、喋らなくても売れる営業マンみたいな、なんかまあまあちょっと今適当に言ってるけど、はい、喋らなくてもいいような感じで前もって情報を与える。だからまあ小冊子だとか資料とかを上げてたらいいんじゃない、はい、だっていきなり金庫を通していくわけじゃないでしょ、はい、コミュニケーションの話なんだから、はい、ね、うん、金庫でも一緒よ、はい、僕やっぱ金婚でも難しいんですって、はい、ね、最初に初対面で現れた人に、はい、なんだよって言う人に、はい、ってなっちゃうんですとか言って、はい、分かるよ、はい、気持ちは分かる。だって怖そうな人がガチャッとあーんとか言われたら、はい、とかなるよね、はい、って分かる。そうならないためにも最初に出した方がいいですよ。だから普通の飛び込み営業なんて多分成績上げてる人やってないと思うよ、はい、最初に何かしらの例えばチラシだったりだとかそういうのを上げて、でこれ見てじゃあ来てよっていうふうに、はい、いうふうにしてもらった方が楽だし精神的にもすごい落ち着くしね、楽だしね、はい、でお客さんはあなたが来るっていうのを分かっててやるわけだから、はい、コミュニケーションが苦手な営業マンがでもコミュニケーションが苦手っていうのは喋りが苦手ね、あくまで、はい、相手が何を言おうと相手が喋ったことの意味が理解できないっていうのはダメよ、はい、話の意図が僕分からないんですっていうのは営業以前の問題だから、人としてどうかだからね、それはそれは必死こいてちゃんと標準レベルまで上げなきゃダメ。ただ喋りのが苦手ねっていう場合だったらそれでもいいんじゃないかなと。寡黙な人ね、まあいるよねそういう人って、職人系の人とかそうだと思うんだけど、だけど例えばリフォームの営業の人とかも結構職人系の人が多いと思うのよ。営業なんかやったことないよ、できないよって言っててトップセールスマンの人とか見てるから、うん、じゃあその人何でトップセールスまでなれたのかっていうと、きっと喋りじゃないと、喋、うん、りじゃないところで突出してるからドーンと、うん、でまあよく聞くのはそのセールスレターだよね、うん、DM だとか広告だとか、まあ言い方いろいろある、うん、チラシだとか、あなたレターだとかポスティングだとか DM とかセールスレターとかいろいろあるんだけど、うん、要は一貫して言えるのは紙で先にも渡してるってことね、情報を。で自分の情報もそうだし商品の情報も含めて渡してるっていうこと。そうする、そういうことをやれば営業マンはコミュニケーションが苦手っていうか、まあ、寡黙な人でも OK だよねと思うよね。だってそう、あ、そういう人が来るんだ、寡黙な人が来るんだなと思ったら、前もって分かってたら別に全然 OK だし、でも商品知識はちゃんとあるっていうのが大前提ね、はいはい、うん、で僕のやってるこのダイレクトレスポンスっていうのはセールスをゼロにしようというやり方なので、はい、セールスが苦手な人だとかっていうのは結構向いてるんじゃないかなとは思う、はい、だけどセールスが苦手ですのまま作っては結構ダメだよ、はい、なんでかっていうとその紙セールスっていうのは言葉でクロージングしていくわけよ、はい、クロージング、契約っていうかね、はい、欲しいっていう気にさせるんだけど、このダイレクトレスポンス見たら紙でさせるわけだから、はい、基本的に言葉でセールスでできない人が紙でできるかっていうと相当訓練しなきゃいけないから、はい、で紙でできる人はセールスでもできるはずなんだよ、どっちもいけるはずなのよ、はい、だからどっちかがダメでっていうのはそんなことないと思うから、はい、だから両方ちゃんとできるようなレベルまで上げていかなきゃダメで、クロージング技術はセールスの技術はだいたい一緒、喋りもこう書く方も、はい、レターも一緒、ただ言葉で喋ってるか文章として書いてるかで、文章で書いた方が楽、はい、うん、いちいち喋らんでもいいから渡しておけば、はい、その人が気になったやつをずっと見ていけば勝手に何度も何度も見返せば見返すほどだん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 欲しくなっていくから、はい、対面でな、今やった方がいいですやった方がいいですやった方がいいですよって対面で言われるとどうしようなってなるけど、紙でこうやって読んでる分には全然そんなことないからね。だからコミュニケーションが苦手な人は紙に書く、でそれを先に会う前にもう渡しておくっていうのが、でもそれはセールスレターなり広告なり何でもいい、言い方いっぱいある、やり方いっぱいあるから、その中のどれか1個引っ張ってきてポッてやったらいいんじゃないかなと思いますね。辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。